こんにちは。大阪府高槻市の浮気調査に強い探偵事務所を探していますかこの動画では大阪府高槻市の浮気調査に強い探偵事務所を選ぶ方法についてお話をしています。浮気調査ができる探偵事務所の選び方、ポイントはこの3つです。1つは料金が明瞭であること、2つ目が対応が親切であること、3つ目が自宅に近いエリアにあるということです。1つずつ説明をしていきます。 まず料金が明瞭ということですが今探偵事務所では主に3つのパターンで料金設定をしています一つが時間料金型これは調査期間が数時間や数日間とあらかじめ決められているものです調査対象者である配偶者の行動パターンがある程度分かっている方におすすめです二つ目がパック型これは調査期間を長期間で設定するものです つまり配偶者の行動パターンがいまいちわからないという方におすすめです。三つ目が成功報酬型ですが、これはちょっと注意が必要です。対応が親切ということですが、この場合の親切というのは、こちらの話をよく聞いて、情報を多く仕入れようとしてくれる、そういった探偵事務所を親切と言います。自宅に近いエリアにあるということですが、自宅から遠い探偵事務所に依頼をするといろんな費用が加算できます。 よくあるトラブルをご紹介します。料金が明瞭でない探偵事務所は、追加料金が次々とかかることがあります。例えば、浮気証拠の写真、いくらというふうにかかってきます。成功報酬型についてですが、この成功報酬型というのは、もし浮気の証拠写真を撮れないときには、代金をいただきません、というようなことを謳っているものです。ところが、 やはり、探偵事務所というのも、ボランティアでやっているわけではありませんので、何らかの対価を要求してきます。基本料金を設定していることが多いですが、中には浮気をしていないのが証拠。つまり、あなたの配偶者は浮気をしていないということがわかりました。これは証拠と言えるので、成功報酬をください。と言ってくることがあります。しかし、よく調べてみると、配偶者は浮気をしていた。 というケースがあるので注意が必要です。話を受け流す探偵事務所、これはいい加減な調査をすることが多いです。情報を詳しく仕入れていませんので、いい加減な調査をしてあげく、こちらが思うような調査結果を得られないということがあります。自宅から遠い探偵事務所、これは交通費や宿泊費等がかかってきます。結果として調査代金が高額になってしまうということがあります。 また土地勘がないので詳しい調査をしにくいというデメリットもあります。もっと詳しく知りたい方は、より深い内容を別の動画でご紹介していますので、今すぐ概要欄をご覧ください。